どうも皆さんこんにちは。生物観察の鬼です。まあ私ね、釣りの天才でもありまして、たまにフィッシングやるんですよ。そう、フィッシングでこのようなものを使うんですね。これはルアーと言いまして、要は偽物の餌ですね。これを水中で動かすと弱った魚のような動きをするんですよ。そうするとこれを見つけた肉食魚が、あーそこに小魚がおるぞっつってね、バクッと食らいついてくるんですね。そんな感じで餌だと思わせて魚を騙して釣るものをルアーと言うんですけれども、まあルアーフィッシングをしてるとね、まあ、肉食魚がかかってくるんですけども、たまにどでかいのが来て糸を切られてしまったりということがあります。ルアーフィッシングしてる人だったらね、一度は疑問に思ったことがあると思うんですけれども、もしねこのルアーついた状態で糸切れてしまったら、そのルアーを加えたお魚さんは一体どうなってしまうのかってね、すごく気になりますよね。ちなみに魚種とかかかり方にもよると思うんですけれども、餌釣りで釣り針を飲み込んでしまった魚は、糸を切って針が口の中に刺さったまま放置しておくと勝手に針が抜けてくることがあります。あのコトヒキは釣りで捕まえたんですけども、釣れた時に針を飲み込んでしまってたんですね。それで糸を切ってこの水槽に入れて放置してたら、自然に針が抜け落ちてきたんですよね。これはね、餌釣り用のシンプルな針だったんで良かったんですけれども、でも餌釣りの針と違ってルアーの針ってこんな三つ股になってることが多いんですね。こういう三つ股の針がしかも2つついてることが多いんで、こんなんがね、もし刺さっても勝手に抜けてくるんでしょうか。非常に気になりますよね。ですから今回はルアーで魚を釣って、でも糸を切ってしまってルアーが口についた状態で水槽に入れたら一体どうなるのか検証してみようと思います。実験で使う魚はね、シーバスにしましょう。シーバス、つまりスズキですね。と言ってもあんまり大きいものだと水槽に入らないので、20センチぐらいのちっちゃい赤ちゃん、生後と呼ばれるサイズですね。生後クラスのシーバスを釣って、それを実験に使ってみようと思います。ここはね、20センチぐらいのシーバスの子供、スズキというやつですね、和名で。スズキの子供が入ってくるんですよね。今日は大潮で、今満潮時刻をちょっと過ぎたところです。これからね、潮が沖に流れていくので猛烈な流れが発生します。その流れが出てくるとね、シーバスの活性がめちゃくちゃ上がりますんで、この高活性のシーバスちゃんをルアーで釣ります。本当はね、アオゴカイとか使った方がちっちゃいシーバスは釣りやすいと思うんですけれども、ここで餌なんて使ったらね、フグとかコトヒキとか他のお魚さんに邪魔されてね、全くシーバス釣れないと思いますのでね、あえてルアーでいきます。で、今何やってるかっていうと、ペンチで針の返し潰してます。釣り針には返しと言いまして、魚に針が刺さると抜けにくくなるようになってるんですけれども、その返しを潰してるんですね。返しを潰しておいた方が魚に与えるダメージが少ないんでね、もし針が抜けるときにね、返しが引っかかると傷口広がっちゃうんですよ。なので返しを潰しておいた方がダメージが少なくなります。生かして持ち帰る予定なので、なるべく魚へのダメージが小さくなるように返しを潰しました。ではこのルアーで狙っていきます。よし、来た来た来た、よしよし、よっしゃ、よし、おっしゃ、あーそこそこでかい、あー平スズキや、このサイズは持ち帰れんな。お魚に60センチ水槽は狭すぎます。針を外して逃がします。おっ来た、よしよしよし、食った食った食った、でかいんじゃない、でかい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 、よし、やばいやばいやばい、でかいでかいでかい、あぶねあぶねあぶね、でかいでかい、おーでかい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 よ、でかい、よし、そのまま流れに乗せてタモの中に、おっしゃ入った、よし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 、でかい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 、よしよし、よっしゃ、おーちょうどルアーが外れた、危なかったな、うわあ、これフッコサイズやわ。普通のスズキですね、いわゆる丸スズキというやつです。45センチぐらい、フッコクラスですね。身が痩せてるんで逃がしてあげましょう。このサイズは買えないんでね。よし、はい、バイバイ。ヒレが引っかかっとる、よっしゃ、あ、出た出た。もうめっちゃ潮位が低いんですけども、なんか水面でパチャ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 生後が捕食してる音が聞こえるんで、ちょっとダメ元でやってみます。持ち帰れるサイズを釣りたいんでね、釣れたらね、速攻糸切ってバケツ入れて、でブクブクに移して帰りますからね。もう寒い、一本出ればいいんで、頼むわマジで、頼まい頼まい、お、来た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 、よし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 、うわ、おお、これは生後ですね、丸スズキの子供です。よっしゃ、うわ、あ、いい感じの抱え方してますね。
このかかり方ならダメージが少ないでしょう。よし、これ持って帰ります。もうこのまま入れちゃいます。うー、大丈夫か、大丈夫か。うお、なかなかちっちゃいの釣れなくてね、やっと1匹釣れたんですよ。よしよし、じゃあこの子は持ち帰ります。水槽に水を入れて、で上にろ過装置をつけるだけにしましょう。下に何も敷かない方が、もしルアーが抜け落ちたりした時に発見しやすいですからね。何にもない状態にしましょう。人工水草とかそういうものを入れちゃうと、その人工水草にルアーの針が引っかかって、で魚がね動けなくなってしまったりする可能性もありますから、あえて何も入れないことにします。で水槽の上に丈夫ろ過フィルターをつけます。ハイパワーろ過です。ハイパワーですね。まずはこのろ過装置を組み立てましょうか。ふっ、よし、うえ、中に説明書が入ってますね。まあでも説明書いらんだろ、私説明書読まない主義なんでね、箱にぶち込んでおきます。こうパーツ見たらね、大体どうやって組めばいいか分かりますよ。一回似たようなの組んだことあるんでね。全部のパーツを開封しますね。こんなの感覚でなんとかなりますから。上部フィルターの構造なんてね、大体どの製品も似たり寄ったりだと思いますのでね、一回組み立てたことあったら、まあ楽勝ですわな、正直。マニュアルなんかなくても、この完成図を見たら大体わかります。あとこの図ですね。これさえ見とけば大丈夫ですよ。完成図的にこう組むんでしょうね。こうですね。これは折り曲げるんですよ。こんな感じでね。で、一番下につけると。こうですね。こう。この材を入れて、ここかな、こんな感じですね。これは多分ここだな。こんな感じですね。このパーツがここかな。これで組み上げられた水がここからジャーッと出るんですね。超音パイプって何これ、その音静かってこと、それいいね。パーツはこれかな、こんな感じですかね。ああ、こんな感じやね。なるほどね。これがここに来るのね。ほい、できました。私ってば天才。説明書なんか見なくても感覚で組めますからね。よくできてますね。今この水槽に50リットルの水道水を入れました。ここに海水の素を入れていきます。この一箱で50リットル用なんですよ。中に5袋入ってまして、これを1袋ずつ開封して少しずつ溶かしていきます。この中にカルキ抜きも含まれてますので、これを混ぜると水道水の中に含まれているカルキ、つまり塩素、消毒用の塩素が中和されて抜けていきます。しっかりかき混ぜますね。おい、じゃあ動かしますよ。ほら、水槽は用意できましたので、あとはこれをしばらく置いて魚をお迎えしてくるだけです。釣り場で汲んできた水と水槽の水では水質も水温も全く異なりますから、これをね、水槽の水に寄せていくんですね。水槽の水をこうすくい取って、こっちをバケツに入れていくと、釣り場で汲んできた水と水槽の水を少しずつ混ぜ合わせて、でこの混ざった水を少し捨てます。これを何度も繰り返すと、このバケツの中の水は水槽の水とほぼ同じになります。そうなったら水槽にこのお魚さんを移します。ほぼほぼ水が入れ替わったので、この子を水槽に投入します。じゃあ入れますよ。はい、いけ。大丈夫かな、大丈夫でしょうか。取水口の下にステイしてますね。ちょっと体が傾いてるようです。大丈夫かなこれ。まあ死んじゃったら食べるだけなんですけどね。このサイズだと身は少ないんですけれども、塩焼きにしたら美味しく食べられますからね。死んだら塩焼きですよ。でも一回シーバス買ってみたかったんでね、できればこの針外れて生きてほしいですね。回復してほしいです。とりあえず今日はもう夜遅いんで寝ます。明日の朝死んでないといいですけどね。おやすみ。高橋さん、おはようございます。今日も可愛いでちゅね。ピンピンしてますね。やはりルアーが邪魔なようです。昨日入れた時よりも活発に動いてますね。相変わらず口にルアーが刺さったままですけれども、普通に動いてます。来てますね。よし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 。うわー、外れるかな、どうなるんだろうな。ふいふいふい。手を近づけても反応が薄いですね。あ、でもビビってますね。振動にビビってます。心配なのはここの吸い上げ口ですね。水を吸い上げてるところ、そこにちょっと引っかからないかなって心配なんですけど、今のところ大丈夫ですね。
ふいふい。おー、泳ぎ回ってますね。うれうれうれ。あれ、なんか下にゴミみたいなのがいろいろ沈んでますね。もしかしてうんちした、お前。うんこした？いいよ、うんこしても。うんちが出るっていうことは健康ということですからね。素晴らしいことなんですよ。痛くないんかね、ルアーつけたまんま泳いで。魚に痛覚はないって言われてますけどね。これ人間だったらめっちゃ痛いはずですよ。大丈夫？ルアーつっかえてない？でもちょっとルアーが邪魔そうですね。そんなに重たいルアーではないんですけど、 2g のルアーなんですけれども、でもやはりルアーが邪魔そうな感じはしますね。泳ぐにあたってね、どうしてもつっかえちゃってますからね。うらうらうら。お、びっくりしとる、びっくりしとる、びっくりしとる。中にね、渦を起こしてあげたんですよ。水流を起こしてあげたらちょっとびっくりしましたね。かわいいね、シーバスも。かわいいわ。なんかこういうね、ちっちゃいお魚さんが怯えてるのってかわいいですよね。なんていうのかな、かわいそうなのがかわいいですね。ちょっとかわいそうなぐらいがちょうどいいんですよね。水をかき混ぜてあげたらなんかちょっと動揺してますね。ああ、ルアーが、ルアーが魚に刺さってない。あ、落ちとる。ルアーが取れとるやんけ。ただいま時刻は夜10時ですね。ちょっと打ち合わせしてね、帰ってきたんですけれども、帰ってきたらなんとルアーの針がシーバスから取れてました。すげえ、どうやって外したお前。がっつり刺さっとったのにどうやって外したんやお前。どういうわけか外れてます。すごくない？ちゃんと外れるんや。もちろんかかり方にもよると思うんですけれども、外れてくることがあるんですね。この子をこのルアーで釣り上げてからだいたい26時間ぐらい経過してますね。26時間経って針が抜けました。釣れてからバケツに入れるまでの間、あるいはバケツからこの水槽に移すまでの間にちょくちょく暴れたりしてるんでね、そういう時に少しずつ針がもしかしたら外れていってたのかもしれませんね。針先にはなんかついてます。あ、でこのルアーで、ね、割と新品だったんですけど針が錆びてます。針が錆びて針先が鈍くなって取れたんでしょうか。どういうメカニズムで取れてくるのかわからないんですけども、シーバスに刺さってたルアーが見事に取れました。今日夕方から家を開けてまして、家を出る時にはまだ口にルアーがついてたんですよ。ですからそれから今帰ってくるまでの間ですね、ルアーを引っ掛けてからおよそ20時間から26時間の間に針が抜けたことになります。すごいね、魚ってルアーが口にかかっても抜けてくるんですね。口のとこちょっと血出てますね。大丈夫かな、わかりますかね、ここ口の皮が破れてるんですね。これ針が貫通してたとこですね。この部分は薄い膜なんですけども、薄くて弱いので針が刺さってからシーバスが暴れたりするたんびにここのね穴が広がって、それで針が緩くなって取れてしまったものと思われます。おそらくちょくちょく暴れてる間に針が緩んで最終的に抜けてしまったと、そういう感じのようですね。この穴塞がるかな、ね、釣られたシーバスとかブラックバスってね、こういう風に針の穴が開いてたりするんですよね。でも針の穴開いてね、生きてるやついるんで、あ、大丈夫かな、このまま来てくれるといいですけどもね。しばらく様子見ますね。というわけでルアーにかかったシーバスをルアーがかかった状態で水槽に放置した結果、なんと1日で針が抜けました。すごいですね、魚の生命力は。おそらくね、かかり方が良かったんでしょうね。口の薄膜のところに引っかかってて、それでその薄膜のところの穴が広がることによって針が抜けやすくなってたんですね。あの口の薄膜のところに針が貫通したんですけれども、シーバスが暴れたり動いたりすることによってその穴が広がっていって、最終的に針が緩くなって抜けてしまったんでしょうね。おそらくそういうメカニズムだと思われます。だから刺さる場所とか刺さり方によってはずっと放置しておいても取れない可能性はあります。もしルアーが取れなかった場合、口にルアーが刺さった状態では餌が取りづらいでしょうから、おそらく餓死してしまうものと思われます。刺さり方によっては今回のようにルアーがポロッと自然に落ちるかもしれませんけれども、今回は運よく1日でルアーが取れましたけれども、 100% そうなる保証はどこにもありませんからね。やはり糸切られないように注意するべきということですね。もうルアーもなくなったんで、このモコモコ刺しときますね。あ、どいてしばす。釣り上げられた時のダメージで死んでしまうかもしれませんけど、まあ、死んだら塩焼きにして食べます。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。